カディスに立つバルブスの像ルキウス・コルネリウス・バルブスは、共和制ローマ末期、帝政初期の政治家、軍人、ヒスパニア属州の出身である。ローマ市民権を得たのは、紀元前72年頃で生まれながらのローマ人ではない。ローマ内戦では、カエサルの下で戦い、いくつかの重要な任務を成功させて、カエサルの信頼を得た。アレクサンドリアとヒスパニアの戦いにも参加。この功績で神技官に任じられている。紀元前43年にヒスパニア・ウルテリオル属州総督ガイウス・アシニウス・ポッリオの財務官となる。そこでは住民からの略奪により大金を集めた。さらに出身地であるカディスを拡張した。同年に大金を持ってマウレタニア王の元に逃れ、その後紀元前21年になるまでの消息は不明である。紀元前21年、執政官代理として、アフリカ属州総督に就任。19世紀の歴史家、テオドール・モムゼンは、バルブスは、以前の行動から、アウグストゥスの不況を買っており、20年も経ってから、公職に復帰できたのは、バルブスの属州総督としての適性が、極めて高かったためと考えている。紀元前19年には、ベルベル人のガラマンテス族に勝利し、同年3月27日に凱旋式を実施した。この凱旋式は、生まれながらのローマ市民ではない将軍が行った最初の凱旋式であり、同時に皇帝家族以外が実施した最後の凱旋式でもあった。皇帝以外の凱旋式が次に行われるのは534年のベリサリウスの凱旋式である。バルブスはまたバルブス劇場をローマに建設し、紀元前13年に、アウグストゥスがガリアから戻ると彼に献上した。バルブスは文学にもある程度の興味を持っていたようである。彼はディラキウムのポンペイウスの野営地を自身が訪問した時を題材とした劇を書いている。またマクロビウスによると、クサイイータガンマイータタウイオタカッパという神々とその信仰を描いた作品の著者である。ありがとうございます。